衝撃、死刑制度の是非を問う、国際社会の批判と被害者遺族の複雑な思い、人命を奪う死刑制度に対する国際的な批判が高まる中、被害者遺族たちの様々な思い、愛する家族を奪った加害者に対して、あなたは本当に死刑反対と言えますか？2007年に発生した闇サイト事件で、当時31歳の長女を殺害された磯谷富子さん、72は、深い思いを語りました。彼女の娘は、車に拉致され、監禁され、現金を奪われた後、ロープで首を絞められ山中に遺棄されました。娘は、本当に残酷な方法で命を奪われました。3人の男に暴行され、無残な姿で発見された娘との対面を振り返り、磯谷さんの言葉に会場は静まりました。被害者の意見は一様ではなく、死刑制度を維持する日本に対し、国際社会からは厳しい視線が向けられています。共同通信、佐藤大輔。遺族がむごい内容を語る理由。2024年7月4日、東京霞が関の弁護士会館で開かれた日本の死刑制度について考える懇話会において、磯谷さんは犯罪被害者遺族として死刑に関する意見を述べるため参加しました。事件に関与した男3人のうち、主犯格は死刑が確定し、2015年に執行され、残りの2人は無期懲役となっています。磯谷さんは出席者に向けて、むごい内容をお話ししたのは、安易に死刑反対と言ってほしくないからですと続けました。残された遺族が未来に向かって生きるためにも、死刑は必要ですと力強く訴え、死刑の代替としての終身刑導入には、被害者遺族が支払う税金が彼らの生活を支えることになりかねませんと批判しました。死刑判決は実質的に誰かの命を奪った結果としてください。そこには被害者とその家族や親族が存在します。磯谷さんと共に、殺人事件の被害者らで構成される中、空、の会の特別参与であり、元警察官の土田武史さん、76は、人の命を奪えば、命で償うべきだとし、殺人罪には死刑適用を原則とするよう求めています。人を殺せば死刑になるのが日本の文化です。犯罪の抑止力も大きいと主張し、死刑制度の重要性を強調しました。遺族にとって、加害者への怒りは当然の感情です。犯人は死をもって償うべきだという遺族の思いには、多くの人が共感するでしょう。2019年の内閣府の世論調査では、死刑もやむを得ないとの回答が8割に達し、そのうち約6割が被害者やその家族の気持ちが収まらないとの理由を挙げています。死刑に反対する遺族、加害者と向き合う。一方で、1997年に8歳の息子をひき逃げ事故で亡くした片山という さん、67は、どんな罪を犯した人でも、更生の機会があり、社会で役割を果たすことができるべきです。厳罰を求めるのではなく、同様の被害者を二度と出さないことが何よりの願いですと語り、死刑には反対の立場を示しました。彼は被害者遺族の代表として、懇話会にも委員として参加しています。片山さんは2000年から、刑務所や少年院で被害者の視点を語る活動を始めました。受刑者との対話を重ねる中で、彼自身の心境にも変化が見られるようです。悲しみと苦しみの中で、加害者を許せないという被害者像がメディアによって作り出されています。しかし、被害者も変わり得る存在であり、加害者も同じだと考えていますと話します。殺人の被害者遺族と交通事故の遺族では、立場が異なるかもしれませんが、片山さんは家族を突然失った悲しみや怒りを同じ被害者遺族として共有し、手を差し伸べたいと考えています。だからこそ、被害者遺族の感情や不安を無用に煽り立てる風潮には疑問を抱いています。罪を犯した人を死刑にすれば、更生の機会は失われ、事件の背景を社会が理解する機会も永遠に奪われてしまいます。犯罪は社会の痛みそのものです。再発を防ぐためには、時間とコストをかけてでも加害者と向き合う必要があります。それが被害者の心の回復にもつながると信じていますと片山さんは強調します。欧州からの批判、必要なのは被害者への支援。死刑制度を維持し、死刑執行を続ける日本に対し、見直しを強く求めているのは欧州各国です。EU は基本権憲章で何人も死刑に処されてはならないと定めており、EU から離脱した英国も死刑を廃止しています。欧州で死刑が残る国はベラルーシのみです。英非政府組織死刑プロジェクトの共同設立者ソール・レイフロインド氏は、日本は世論を理由に死刑を続けるべきではありませんと述べています。英国は1969年に死刑を廃止しましたが、その時は世論の約8割が死刑を支持していたと言われています。日本の世論調査でも死刑を支持する声が多数を占めていますが、
レイフロインド氏は情報がほとんど公開されていない中での調査は不十分ですと指摘し、政府から独立した国際的な専門家による調査の実施を提案しました。死刑よりも重要なのは被害者への精神的、経済的なサポートの充実であり、死刑によって国際的な日本の評価が低下することを訴えています。駐日大使が指摘、日本は北朝鮮と同じグループ。2024年8月29日、懇話会で意見を述べたジュリア・ロングボトム駐日英国大使は、英国政府はどのような場合でも死刑に反対ですと強く明言し、その理由として以下の3点を挙げました。死刑は人間の尊厳を奪う。死刑が犯罪を抑止する決定的な証拠は存在しない。冤罪の場合には取り返しのつかない事態を招く可能性がある。ロングボトム氏は、日英両国が人権に関する共通の価値観を大切にしている一方で、日本が死刑制度を維持していることが国際的に目立っていると指摘しました。残念ながら、死刑を尊重する国の中で、日本は中国や北朝鮮、シリア、イランと同じグループに位置づけられてしまいますと述べ、苦言を呈しました。価値観のダブルスタンダードに対する懸念。このような国際社会からの視線に対し、自民党の衆院議員で外務副大臣を務めた鈴木貴子氏、38は、日本に死刑制度があることによる外交上の懸念を抱いています。彼女は、日本が覇権国家を批判しても、死刑制度が存在するために同盟国からは価値観のダブルスタンダードに移ると指摘しました。国際人権団体アムネスティの2023年の統計によれば、死刑執行が10年以上行われていない国を含むと、死刑を廃止した国は144カ国に上り、日本は少数派となっています。日本は同盟国に対して、価値観を共有するパートナーと強調していますが、死刑に関しては全く共有できていないことが多いと鈴木氏は述べ、超党派の日本の死刑制度の今後を考える議員の会の事務局次長を務め、死刑に批判的な立場をとっています。死刑は外交や安全保障に関わる重要な国政のテーマであり、議論が必要ですと強調する鈴木氏ですが、実際の国会での動きは鈍いのが現状です。取材後期。海外の方々と話をする際、死刑制度が話題に上ると、日本に死刑制度があり、絞首刑が続いていることに驚かれることが多いです。安全な国というイメージがある日本で死刑が執行されていることに加え、絞首刑は残虐であるとの強い印象があるためです。米国の刑務所での取材経験が豊富な映画監督の坂上香織さん、59は、米国人にとって絞首刑は、黒人へのリンチや公開処刑を想起させるもので、死刑賛成派でも抵抗を覚えることがありますと語ります。また、150年以上も絞首刑が続いており、その執行の詳細が伏せられていることに、なぜ社会で議論されないのか不思議に思われるとも話しています。日本で死刑を語る際、犯行の残虐さや厳罰を求める被害者遺族の感情に焦点が当たりがちです。磯谷さんの怒りや悲しみは計り知れませんが、片山さんのように加害者の更生を求める声も存在します。どちらが正しいかという答えは存在しません。国際社会の視点や被害者遺族への支援を考慮しながら、議論を進めていく必要があると痛感しました。